9時までずっと撮る。あとで別の場所でさせて。別の場所で。場所を立ち直すわ。これは4年に一度、私持ち出したらもう会えない。持ち出したら今日は、なんという日本語、一応一言。かもしれません。だからもうあと4年も日本にいるかどうかわからない。だからこの瞬間、私にとって、貴重価値あります。持ち上げないです。どちらの国ですか？キューバ。キューバ？キューバ人です。でも日本人でもちょっと撮ってる人です。日本人でも撮ってる人です。まあ好きな人は撮ってる。少しは編集して乗ってるよ。全部乗ってないで。編集するよ。全部やない。まとめてちょっと一本だけ日本で。ああ、もう編集。時間があればじゃあでも時間がある。私、ただやってるだから、ね、もしお金入る場合は、まあ、もちろん一応分かる。でも私、趣味です。
でもいい、時間がある間にできるだけある。ちょ。だから生はそのまま。編集本当にやりたいですよ。ねえ。でも編集そうパソコン座るだけもう1時間2時間3時間4時間あっという間になくなりますよ。その時間もあと私、他のカメラマンにもちょっともう一個増えてあとは動画が多いし無理です。編集者の人も初めからご自分で考えてくれ編集がねえから。まあ本当はもったいないよ。編集をやるともっとすごい立派よ。編集は時間は何ですか。手間ってシャドボスも座れないです。いつがわからない。いつがもうゆっくり少しずつどんどんもっと編集したい。今も無理でも一つの最大私動画1本2本ぐらい編集します。横見てください。